はい、どうもごやんです。本日はですね、こちらのクリスマスイベントで来てます、美しきサンタは聖夜に笑うということで、メリー降臨が、来ておりました。で、スケジュールがこんな感じで結構ね、ダダーっと来るんで、わりかしね、運曲は作りやすいかなと思うんですけども、こちらの方をね、今日はやっていきたいと思います。で、クリアするにあたってのパーティーなんですけども、ギミックは基本的にワープとダメージウォールなので、それの両方が持ってるキャラクターがいれば一番いいんですけど、とりあえず、このパーティーで今日はやってました。まあ、運枠がね、ちょっとね、ワープダメージっていうことで、バールしかいなかったんで、他にね、持ってるキャラがいればいいんですけど、ね、一応ね、バールじゃない、すいません、バールは水のキャラですね。バベルしかいなくて、バベルはずっとね、塔をクリアしてたら、まあね、運気になってると思うんですけど、まあ、誰でも彼でも作れるようなキャラではないと思うんで、まあ、他に代替案としては、まあ敵が火なんでできれば水がいいんですけど、まあ別にね、運枠は水じゃなくてもいいかなっていうことで、まあバベルもね、別に水じゃないですし、他が水だったらいいかなっていう感じなんですけど、一応、ヒドラとか、フェンリルとか、ね、古参キャラでも結構ワープダメはいますし、それこそね、超絶まで視野に入れると今使ってる山竹ゼロとか山竹もそうですし、まあ全然ね、降臨でも運極は全然適性はいると思うんですけど、まあ、バベルがね、一応ね、若干水の攻撃要素を持ってるんで、持ってるんだったらいいかなとは思ってるんですけど、さすがにね、超絶キャラの運極はね、ちょっとね、敷居が高いかなと思うので、で、こちらのメリーに関してなんですけど、まあ基本的にはワープがブワーッと貼られるんで、ワープメインの対策でいいと思います。あ、ゲージミスりましたけど、ダメージウォールはね、そんなに痛くないですし、まあ、回避できるような貼り方なんで、あんまり意識しなくてもいいかなといったところで、ワープメインで、パーティーを組めばいいんじゃないかなと思うので、別にね、うまくもワープダメージじゃなくても、ワープ持ちの子であれば、まあ全然立ち回れるんじゃないかなと思います。で、道中なんですけど、1ターン目に必ずメリーが全体攻撃力ダウンを使ってきます。これですね。で、この攻撃力ダウンが、すごいダウンするんで、できるだけ一旦にコミキューを倒してしまって、でコミキューを倒すとトナカイがね出てくるんで、そしたらトナカイを倒すと味方キャラの攻撃力が全員上がる風になってるので、それで攻めていけば、まあそこまで難しいクエストじゃないかなと思いますけども、まあ倒し順をミスってね、攻撃力が下がった状態でグダグダやってしまっていると、スピードも伸ばしますし、クリアもね怪しくなってくるんで、運極作るために周回する分にはちょっとね、良くないかなという感じなんで、
できるだけ1ターン目でコミキュを倒したいんですよ。そんなにヒットポイント高く設定されてないので、理想はね、貫通キャラじゃなくて反射キャラでカンカンできれば簡単に倒せると思うんですけど、まあ無理だったとしてもいきなりそんな痛い攻撃が飛んでくるわけではないので、落ち着いて優先的にホミキューを倒すと。で、ホミキューが倒せたら次にそれで代わりに出てきたトナカイを倒す。で、トナカイを倒すことができたら、次はボスと、他の雑魚を攻めるという手順で進んでいけば問題はないかなと思います。で、ヤマタケゼロを使うときの注意点としては、ヒットポイントが低くなる点なので、ハートをね、うまいことマネジメントしてしっかり回復をしていかないとっていうところを気をつけないとダメですね。で、左の数字かな、さっき9だった数字、これが ドックンの攻撃で、即死球が来るんかなと思ってたんですけど、というわけではなく、まあ4万ぐらいですかねの、フォーミングが飛んでくるので、まあ食らわないに越したことはないですけども、食らったから絶対にやられるというわけではないので、十分にヒットポイントさえ確保しておけば多少グダっても問題はないかなと思います。で、ボス戦はこのね、ボスにだけ、ボスにレーザーバリアがついてるので、ヤマタケゼロではなくてヤマタケで来た場合とか、あとはワープ無視して、友情が強いんでスサノオで来た場合とか、っていうのは、あそこのバトルだけね、すごい気をつけないといけないんですけど、まあこれ以外は特にそんなに気をつけることもないと思うんで、ヤマタケゼロ持ってなかったらヤマタケでも全然いけるんじゃないかなと思います。ただね、ヤマタケゼロはとにかく斬撃が強いんで、タケゼロ持ってるならタケゼロがやっぱりおすすめですね。あ、微妙に弱点ずれてましたね。まあまあ正直結構適当にやってもクリアできるんで、あとはやっぱこのね、壁ドンが強いんで、持ってる方はね、自陣で連れて行ってもいいですし、まあフレンドに湧いてたらね、積極的に使っていってもいいと思います。でね、ドローがすごい渋いですね、個人的にですけど。結局もう1ドローか2ドローしかなかったんで全然集めれなかったですけど、まあこんな感じでね、まあ一応自陣無課金派でもクリアは全然いけるんで、まあ若干難易度高いですけども、まあワープ止めを、もしくはワープ持ちをメインで組めば全然いけると思いますし、もうそれこそ運枠無視してガチャゲンで固めていくんであれば適性いっぱいいると思うんで、わりかしね、運極は作りやすいんじゃないかなと思います。なのでね、このね、
期間限定のやつとかはね、結構強いキャラ出ることありますし、で今回の、ね、このメリーに関しても結構強いんで、ちょっと重心力足りてなくてまだ進化させてないんですけど、このメリーがね、進化すると貫通のワープ重力で SS が仲間たちを率いて敵へ撃ち込む。っていうなかなかドレスな発言の SS なんですけど、まあ、このキャラがいると、挑戦とかね、まだ運極持ってない方だったらすごい作りやすくなるかなと思いますし、結構ね、あの適正なクエスト多いと思いますので、作っといて絶対損はないと思いますので、ぜひね、皆さん運極目指して作ってみるのを僕はおすすめいたします。ただ見ての通りね、泥がすごい渋くて、1泥と2泥しかなかったんで、で時間がなくてね、あんまできなかったんで、まだこんなラックなんですけど、まあチャンスはね、いっぱいあるんで、運極はとりあえず最低1体は作りたいと思います。ということで、こちらの動画はここまでにしたいと思います。少しでも、参考にしていただけたらなと思いますので、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。他の動画も見たいかな、見てあげてもいいかなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また少しでもいいねと思っていただけましたら、いいねボタンの方をよろしくお願いいたします。それでは。